どうも、大之助です。今回はお金貸してって言ってくるやつはもう友達との縁を切ろうということについて解説していきます。というのもまあ皆さんも経験ある通り、社会人になったら友達とかもちょっとずつ変わっていくもんで、中にはすごい生活に困窮してお金貸してくれないっていうような人たちもいるんですよね。でそういう人たちはまあ必ずこぞって絶対返すからっていうふうに言ってくるんですけど、まあ正直言ってそういうまあお金を貸してって言ってくるような人たちと目先の今ちょっと小銭切らしてて100円貸してくれみたいなふうに言う関係ならまだしも、何十万円とか何万円とかのお金を貸してくれっていう風に言ってくる人たちとはもう関わらない方が皆さんの人生にとってメリットが大きいですよということなんですよね。でまあお金貸してって言ってくるっていうこと、友達やめようっていう風に思った方がいいんじゃないのかなということと、それなんでかっていうと、まあそもそもお金貸したとするじゃないですか。仮に皆さんが例えば10万円ぐらい友達に、いや友達だったら助けるのは当たり前だろっていう風には貸したとするじゃないですか。で次その友達と会う時ってどうなりますか。友達はいつお金を返してくれるんだろうかっていうふうに思うじゃないですか。で借りた側も同じように あいつに返さなきゃいけないなとか、会うたびにいつ返してくれるのっていうふうに言われるから気まずくなるんですよね。その結果その友達との関係が疎遠になっちゃうし、なんなら大抵の人たちは返す当てがないから借りてきてるんですよね。だからもう僕たちと会わなくなっちゃうんですよ。だから貸すなら自分が渡しても痛くならない程度のお金しか渡しちゃいけないし、渡すなら貸すならもうそれ全部盗まれても仕方ないぐらいの気持ちで貸さなきゃいけないんですよ。で相手からしたら、そのお金を借りると、するじゃないですか。お金をこいつから、まあ、借りパクというか、ぶっちぎれても、そのまま飛んでも、こいつには別に嫌われてもいいやっていうふうに、相手に思われてるという何よりの証なんですよね。お金貸してよっていうふうに言うってことは、とりあえず借りたまま逃げちゃえっていうふうに相手に思われてるっていう何よりの証なんですよね。そんな人間って皆さんの人生にとって重要ですか？僕たち人間っていうのは必ず年老いて死ぬから、そして、どうでもいいやつと、1時間使ったら皆さんが本当に大事な友達とか家族と過ごせる時間っていうのは1時間減るんですよね。だから僕たちはまあこの世の中すごいいろんな情報にさらされてるし、すごいいろんな人たちと会ってますけど、自分の意思で情報とか人間関係を取捨選択していかなきゃいけないんですよね。じゃあその中で皆さんのことをどうでもいいというふうに思っている人と皆さんが時間を過ごす意味ってありますか？ないんじゃないと思いませんか？だからそういうまあお金を貸してっていうふうに言ってくるっていう人たちとは縁を切った方がいいですよっていうことと、まあそういう人たちがこぞって口にする必ず返すからっていう言葉も矛盾してるんですよね。必ず返す当てがあるならそもそも皆さんにお金を借りに来ないということなんですよ。なのにまあ、できもしない口約束をするような軽い人間と、関わったところで、皆さんにとって、メリットがとても少ないし、まあ、それに味を占めて、またさらに貸してくれっていうふうに言ったりして、ストレスが増えるし、お金はどんどん減っていくし、まあ、最悪自分が金持ってるっていうふうに思ったら、その人になんか命狙われる可能性、奪われる可能性も出てきますからね。だから、皆さんにとって本当に大事なものは何なのかっていうのと、そういう自分にとって大事なものとか大事な人たちを守るためには、時には、もう落ちぶれてしまった友人は切り捨てるような、まあ、元友人として距離をちゃんと置くっていうような方法が僕たちの人生を、豊かにする上で重要な考え方かもしれませんよということを今回お伝えしたかったです。ということで今回は以上。